この動画では、売買損益、練習問題4の面積図を使った解法を扱います。これから説明する方法は、私自身、一番納得できる方法です。こちらも参考にしてください。状況の整理です。この他に分かっている数値は、利益の2400円だけです。仕入れ値と定価で売った金額を面積図で表してみましょう。横に個数、縦に、なし一つあたりの金額を書き込むと、面積は全体の金額になります。ここに書かれている長方形は、仕入れ値を表しています。定価で売った売上も同じです。12個の梨を捨てているので、その分横の長さは短くなっています。利益とは何でしょうか？利益は仕入れ値と売上の差なので、ピンクと水色の面積の差です。この差を使えるようにするために少し工夫しましょう。星が共通していることに注意しましょう。結局、あと、いの差が2400です。ところで、水色のいは計算できます。ピンクとは2400の差があります。あれ、もうできていますね。ということで、定価で売った梨の個数は48個、とわかりました。